毎度ありがとうございます。この間新しいキャスターさんとしっかりお話しする機会がありまして、私は普段放送中では、基本的にはこの感じで喋っているじゃないですか。で会社の中でのコミュニケーションも基本的にはこの感じなんですよ。敬語を使うことが多いのであまり方言出ることないんですけれども、お話しした時に普段はこんな感じなんですねって、多分その時はちょっと砕けた雰囲気だったのか、多分ちょチラッと方言が出たんですかね。画面とかで見ていらっしゃったとこと、こととこう喋り口調が違ってたみたいで、なんかこんな感じなんですねって言っていただけて、ちょっと語気が強くなったりすることも関西の方言であるので怖がらせてないかなと不安にはなったんですけれども、私は大学生までずっと関西に住んでいたので周りの友達も関西弁しか喋らない子ですし、会社の関係の皆さんとお話しするときしか標準語も耳にしないんですよ、そもそもあんまりコミュニケーションとして。そうだからなんかちょっとね、雰囲気が砕けるとすぐ出ますね。関西の中でのいろいろね詳しい分け方とかもあるようで、こってこての関西弁を喋る大学の教授とかはやっぱり怖かったんですね。めちゃくちゃ怖かったです。怒ってないのにずっと怒ってるみたいな感じ私たちでもめっちゃ怖かったからその先生がね東京とかに来て講義するってなったらみんなビビって帰っちゃうんじゃないかなって思うぐらいでしたね。そう河内弁だと思いますきっとね。そのあたりひときわね強いんですよやっぱり商売してた町だったからかな。すっごいわかる。どうやって標準語慣れたの？私は祖父母が標準語を喋る家庭だったのでずっと耳にはしていましたし、テレビつけても標準語喋ってる人がほとんどですからね切り替えようと思ったらいくらでも切り替えられます。ただこう言葉のちょっとしたイントネーションの違いとかは気づかずに標準語だと思い込んでいるものもあったので、それはちょっと苦労したんですけれども、基本的には標準語切り替えて使える方が多いんじゃないかなと思います。同じ兵庫でも姫路の方が言葉自体がこうきついものがあるっていう印象です。でもこう姫路のねこの大学におりましたけれども特別きつい感じはしませんでした。私たちの世代と上の段階の方が使ってらっしゃる方言ってやっぱりちょっと違っているところもあるので、だって飽きまへんとか絶対使わないですもん使わない。なんでやねんは言うけど、こってこてみたいなのは今の大阪の若い子たちも使わない言葉が多いので、あらへんとかあんまり言わへんし、標準語に近い喋り方とかね、神戸とか芦屋の子ってそもそも標準語で喋る子もいるので慣れてきましたけれども、またなんかちょっとここ違うでっていうのがあったら教えてください。そして、この時間